双葉町は福島県浜通りに位置し、双葉郡に属する町。福島第一原子力発電所の5号機と6号機が立地していた。2011年3月11日の東日本大震災で被災し、これに誘発されて発生した福島第一原子力発電所事故の影響で、2020年3月現在も北東部と 双葉駅周辺のそれぞれ一部を除いたほぼ全域が基幹困難区域に指定されている。そのため、2021年現在、日本で全域が一日を通して人の住むことができない唯一の市区町村である。一方で、東京電力の福島復興本社などが入る双葉町産業交流センター、東日本大震災、原子力災害伝承館が整備され、 復興の拠点にもなっている。しかしながら、震災から10年経った2021年現在でも、適法に、東日本大震災を呼び、福島第一原子力発電所事故による、仮設住宅の供養、大熊町と双葉町の2町のみが受けており、うち、建設型の仮設住宅からは、未だ住民の退去の見通しが立たない、唯一の東日本大震災による、 被災市町村である。また、多くの町民は、医療費の一部負担金や、介護給付費、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の免除、住民税、国民健康保険税の減免、賃貸住宅の家賃のほぼ全額の補助、高速道路料金の一部区間の無料化など様々な支援を、国や福島県等から、 未だに受けなければいけない状態であるが、2020年の住民移行調査では、回答者の62.1%が、双葉町に戻らないと決めていると回答し、理由の一番の多くは、避難先で自宅を購入、建築し、将来も継続的に居住する予定のため。であるのに対し、戻りたいと考えていると回答したのは10.8%に、過ぎない。 これは多くの住民は避難先で新しい生活環境を築いているが住民票を移さず住民税の減免等の支援を受けていることとなる。阿武熊山系の東に開けた浜通り地方の中部に位置し東は太平洋に開ける。行政上では北の浪江町と南の大熊町に挟まれた位置にある。面積は51.40平方キロメートル。 東北地方にありながら温暖な気候で冬でも雪がほとんど降らないため、福島第一原子力発電所事故の発生前は、カーネーションやスイートピー、ほうれん草などの栽培が盛んであった。また、下水道の普及率も9割近く全国的にも高い水準であった。双葉という町名は、シネハ群と奈良ハ群の合併にちなんだ名称であり、こちらの双葉町は、 旧シネ派軍に属する。国蔵が拡挙した7世紀前半には、現在の双葉町は、染メは国蔵の領土の難言であった。しかし、律令制が浸透した7世紀後半には、現在の双葉町と大熊町の境を境にして、長津海北は、道の区国に編入された。713年染メはがシネ派と改められる。この時、ソメワ国蔵の領土は、 道の区国のシネハ軍となった。718年には、道の区国から分離されて、岩木国に編入されるも、720年代には、岩木国は、道の区国に編入された。722年、前田稲荷神社に御神木が植えられる。807年頃、坂の上の田村麻呂が恵比寿討伐のため訪れる。 平安時代末期の方言年間になると、受け途上を本拠地とする、シネハ高吉の四男と伝わる。の統治下に入り、これ以後、現在の双葉町は、シネハ軍を領土とするシネハ氏の統治下に置かれた。1189年源、頼朝の欧州征伐では、シネハ氏をはじめとした岩木氏一族は、欧州藤原氏と関係が深かったが、 鎌倉法として三次西本領を安堵された。鎌倉時代後期には、岩き氏から完全に独立した地位を築いている。1331年に、シネハタカシレ連が、父の命令により、新山城を築城する。鎌倉幕府滅亡後の五代醐天皇の兼務の、申請の際も、シネハ氏は本領を安堵され北畠明家に従い、飽きた。 津軽方面の北条方の残党との戦いなどに従軍し、以後も正常転戦した。南北朝時代は南朝方に参加したが、後に北朝方に服属した。その後も室町幕府の元周囲との同盟を巧みに結び独立を保ち、1410年には、街道の岩木市、相馬市、奈良橋など重視の岩崎軍岩木群、奈良派群、死ね派 行方軍の五軍で五軍一騎を結び相互に協力をした。1442年に、新山城主のシネハたかが、当主のシネハ清よの家臣を殺害し、それに怒った、シネハ清よに攻められ新山城が落城すると、シネハたかは、いわきしに逃れた。その後も、家中の混乱が続くと、いわきが、白川雄う氏と、結び1474年に、 同族の奈良橋を滅ぼし、死ぬ橋に対し攻勢を強め相馬氏に対抗した。この頃には、北の相馬氏当主、相馬高種からは、不具体転の敵と見られており、死ぬ橋は敵対関係になった海道筋の岩岸と相馬氏と南北ともに領地を接することとなった。その後、死ぬ橋は1492年に調略を受けた、味方の裏切りにより、 本拠地である権限道場が攻め落とされ、相馬市により滅ぼされた。なお、双葉町の合併前の新山町は、1331年に築かれた、新山城にちなんだ名称である。1492年になると、死根橋は、相馬市に滅ぼされ、これ以後の室町時代後半から、母親戦争終結まで、現在の双葉町域は、相馬市の統治下に置かれた。 江戸時代の中村藩省下では、浜海道の宿場町であった。2015年は、全住民避難に伴い計測不能のため、記載されていない。原発事故により双葉高等学校は、岩木明城大学に校舎を設置していたが、2017年4月より、休校となった。また、小中学校及び幼稚園は全て休校していたが、2014年から、 福島県岩き市西木町に仮設校舎を設置している。双葉駅一自然を愛し、美しく清潔な街を作りましょう。一先人を敬い、笑顔といたわりで、心の触れ合う街を作りましょう。一古きを訪ね、伝統と未来を見つめて躍進する街を作りましょう。一創造性を豊かにして、個性ある香り高い文化の街を作りましょう。一元気で働き、 若さのみなぎる、楽しく明るい街を作りましょう。ありがとうございます。